わけで、狼ミオの2024年鈴鳴らしとか。はい、健康、仕事、運勢、そしてアドバイス。はあ、次、最初総合いきます。総合ドーン。おお、世界です。しかも正位置。健康、はあはあはあ、仕事、はあ、運勢、アドバイス。なんかいつもとちょっと様子が違う感じする。ちょっと、はい、まずは、総合運、世界のカードの正位置です。なんか2023年ちょっとやりきった感があるらしいです。で、次の大きな目標のための途中の段階に過ぎないかもしれないので、まあ今はそのやりきった感の幸せに包まれつつ、これ坂又と同じ感じだね。次のステップに進むための2024年だね。おー、でも確かにアルバムとか出したしね。なんかライブも5周年のライブで結構気合い入れて集大成感あったもんね。まあ、これはでもかなりいい運勢と言ってもいいんじゃないでしょうか。こちら、健康運、ソードの、はい、7の逆位置。わー、警戒心が高まっていて、万全の備えが功を奏し、安全に行くって書いてあるので、備えあれば憂いなし、だから悪くないんじゃない。これ逆位置の方がいいやつだ。危険に察知し万全を備えることができるって書いてあるから悪くないわ。これはいいですね。健康いいかもしれないです、今年で。ペンタクルの2はこれ仕事ですね。いいですね、悪くない。抜群の対応力で実力を発揮できる。いろいろな仕事を同時進行することができる。結構自由に仕事ができるっぽいですね。結構いいだ、いい結果だ。で、次が、運が、大アルカナなんだよ。今年うち結構いいのでは？なんか自分のカードでこんなに良かったの、なんか久しぶりな気がする。はい。ジャスティス、正義のカードの正位置です。物事が公平な状態であることを合理的に理解しています。そうですか。なんか、運はいいのかなって思ったんですけど、ジャスティスは、運が誰でも平等だっていうことを理解していて、運が悪かった時も、まあこの間運良かったしなみたいな感じで、あんまり落ち込まないみたいな、なんか別に良くも悪くもなかったです。はい。もうなんか、うん、まあでも公平さみたいな感じなんで、多分いいことがあれば悪いこともあるみたいな感じの運勢、普通だと思います。そして最後アドバイスです。カップのページ正位置、自分に正直に生きなさい。柔軟な姿勢を大切にすること、大切な人に秘密を告げること。うちなんかそんな秘密にしてることあったっけ。なんだろう、何かな。うちが部屋着でみんなのことを迎え入れた時に、部屋着だからパンツ履いてないっていうことを告知するとか、そういうこと。それやってどうなるの一体。以上、狼ミオの2024年でした。秘密にしてることあるのって言ってる。いやー、秘密にしてることなんだろうな、なんかあるかなー。